久保さん。あの、ちょっとね、アントニオキアントニオ猪木先輩の今、こう見てほしいんですけど、ちょっとね、昨日僕見たんですね。元気ですかーっていうね。いや、僕ね、ほんとびっくりして、えーみたいな。いや、ほんとに、ちょっと見てほしいですね、今、現状。なんか YouTube で、 あのー、アップロード数日前かないつの動画だあ、昨日、1日前ですね。300万回ぐらい回ってますけど、1日前ですかね。いや、ちょっと見てほしいですね、これは。多分その、アントニオ猪木さんのイメージって、闘魂だ、気合だ、とかね。一発ピンター、みたいなね。 もうなんかもう無敵王者みたいなね。てん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 みたいな、なんかもう、うっつみたいな、なんか <laughs> もう、日本人最強ぐらい、なんかすげえ強いイメージあるじゃないですか。そのアントニオ猪木さんがね、今、どうなってんのかっていうね。まあ何が言いたいかっていうと、まあどんなに強くてもね、年取ると、年取るってことです。病にもかかるし、年取るし。 だから、まあ、今っていうのは今しかないし、うん。だから、久保さんもね、そう、このチャンネルでね、そうそうそう、このチャンネル、久保さんが今使ってるチャンネルも、面白いんですけど、これ、過去のね、映像を僕ちょっと見たんですよ。で、これね、久保さん、5年前の動画だったかな ?5、6年前で、いや、久保さんも老けましたね。まあ、僕も老けて、老けてきてると思いますけど、 これね、吉谷さんへっていう動画がありまして、これいつだこれあったんですよね。吉谷さん、吉谷さーんっていう、吉谷さーんっていう、これ5年前ですね。これいつだこの2015年8月25日なんて、6年前ですかね。6年前の僕宛の動画がありまして、めちゃくちゃ若いですよ、これ。6年前。久保さんの6年前、クソ若いですね、これ。 いやちょっとびっくりするぐらい若いっすね、これ。えこれほんと若いっすね。6年。この6年で何があったんでしょうね。<laughs> いや、6年前の久保さん、めちゃめちゃなんか、ういういしいっすね。ういおいしいすね。まあ、ぶっちゃけ言うと6年前にもね、このやりとりをしてたのかという話ですけどね。うん。いや、ちょっとこれは、6年前、吉谷さんって送ってる動画、このチャンネルあってね、ちょっびっくりして。 若いなぁ。だ僕もあとね、今僕、こと今年で39になりますけども、今 38? だからあと5年後、だから45とかになったらやっぱ全然顔変わってるんでしょうね。どうなんですかね。まあ髪の毛はだいぶもうほぼ長いかもしれないですけど、わかんないですけど、今、一応ね、このい、なんかちょっとやってるんですけどね、いくもの。 あと、プロテインとかもね、毎日飲んで、まあ、プロテインが髪の毛に影響するのか分かんないですけど、一応、タンパク質ですから。タンパク質ね、全然摂取してないなと思って、そういけば。あれ、タンパク、髪の毛タンパク質でできてるけど、タンパク,タンパク質で摂取してるかなと思って、摂取せんとあかんなと思ってね。はい、<laughs> はい、ということで、あの、とりあえず、まあ、アントニオ猪木さん見ていただけといいんじゃないかなと。 まあどういうイメージがありましたか猪木に対しての。燃えろ闘魂ですよ。あの闘魂の、みんなに闘魂をねしてた人がね、今どうなってんのかというところで、うん、まあこれは非常に感慨深いところがあるかなと思いますね。うん、でも,もう一つの側面を見るとで、あの状態でも動画撮ってるっていうね。<laughs> いや、あの状態でも動画撮ってるってすごいですね。うん、てか、まあ僕は思ったんですけど、 やっぱあの状態でも動画撮れる、喋れるから、久保さんずっとできますね。病院のベッドの中でも、まあ動画やり取りできますね。うん、ちょっと猪木さんみんな習いますわ。まああれでも多分ね、喋れるんで喋れれば。だから動画ってすごいですよね、逆に。<laughs> どんな状態でもあんまあんま,あまあ撮れるよっていう話で。うん。まあでもね、いつしかね、まあ死んだらね、まあ動画撮れなくなりますから、まあ、今のうちやれることやっとけばいいんじゃないかなと思いますけど。 うん、はいということでいってらっしゃい。